それではアルノーラエール後編です、昨日に続いて今日は後編、焼き菓子編、焼き菓子プラスチョコレートです。チョコレートですって言ってもこのチョコレート買ったわけじゃなくてオープン記念でいただきました。でこれが、土曜日日曜日月曜日この3日間だけこのチョコレートがもらえるそうです。実際にはあの売ってあるものと多分一緒だと思います。それがこうもらえるということですね。焼き菓子の方ですが、クイニーアマンと、クイニーアマンこの大きいやつと、2つ、この2つがフィナンシェですね。でマドレーヌで、パウンドケーキですね。パウンドケーキは、何種類あったかな、結構種類あったんですけど、でねこうやってカットしたものを買うのもいいんですが、送る誰かにね送ったりとかプレゼントするんだったらその1本丸々買う方が華やかでいいなと思いました。今回はね1本買う前にこうやってちょっと僕は味見をしてから、カットしたものでしっかり食べてから、1本を買うようにしようと思います。それではちょっと一つ一つ食べていこうと思います。全部一口ずついこうと思います。いきます、いただきます。美味しいですね。バニラがすごいガンガン香ってきます。美味しい、なんか上品な感じ、そのバターのしつこい油っぽさは感じなくて、本当にバニラがふわっと香る上品なフィナンシェっていう感じです。はい、次行きましょう。隣のフィナンシェ、スリーズピスターシュですね。わー綺麗、ピスタチオの鮮やかな緑、あ砕けた。うん、しっとり、あこれは美味しい、すごくしっとりしてます。もうこれは間違いないですね。あの相性も抜群ですので文句なしの味です。はい、次マドレーヌ、まあ、基本中の基本、こういうのね基本を食べてこそそのお店が分かるっていう感じなので、これはね外せないですね。美味しい、これはもう間違いないです。本当にシンプルだけど飽きのこない味、そんな感じですね。はい、では続いてケークキャラメルですね。チョコレートが半分かかってます。ちょっとびっくり、キャラメル美味しい。あの昨日のミルフィーユか、ミルフィーユと同じで、ここキャラメルのお菓子当たりですね。美味しい、あの甘すぎず、そのほのかにこう苦味が残るような感じでちょうどいい、本当にすごくバランスのいい甘みと苦味のそのバランス、チョコレートもすごいけどキャラメルもすごいですね。ちょっとびっくりしたな。では続いてケークオランジュ、これももう定番ですね。もうね口に入る前にもうなんていうの、その口の近くまで来た時にもうオレンジの香りがふわーっと広がってきてすごいですね。口に入る前からしっかり香ってきて、口の中もそのオレンジの香りでいっぱいになるし、このケーキは、ケーキじゃない、ケーク、パウンドケーキ、すごいレベルが高い。しっとりしてて香りも抜群、味ももう文句なし、美味しい。はい、最後クイニーアマンいきましょう。クイニーアマンはどっちがこう表というか分かんないんですよね僕。こっちなのかそれともこっちなのか、でもよくお店に置いてあるのはこっちを上にしてありますよね。パリッとしてるこの表面、これを見せるためなのかどうなんだろう。よし、ではいただきます。もう手で持ってかぶりつきます。すごいですね、
バリバリとした食感、音もすごい。これで中は、しっとりで甘ったるさが全くありません。しっかりここ砂糖でね、キャラメリゼでしてますが、これは面白いね。あのインパクトあるクイニーアマンです。いろんなお店の食べたことありますけど、ここのは本当に印象に残る味で、一つペロッといっちゃいますね。これはいやー、これもちょっと衝撃、美味しい。今一口ずついただきました。どれもね、大当たりでした。すごいね、ここの焼き菓子もレベルが本当に高い。はい、それでは続いて、これ忘れてたな、サブレと、こちらチョコレートですね。サブレからいきましょう。これはあの普通のバニラのやつです。バニラと バターの香り、本当に上品な香りがふわっと広がってとっても美味しいですね。でザクザクサクサクといった食感がすごくいいですね。飽きのこない味、とっても美味しい。これもあチョコレートです。チョコレートはね、ここのチョコレートは本当に美味しいんですよね。前回去年のバレンタインのその、祭事の時に食べたものをもう本当にびっくりして、本当衝撃的でした。期待しますね。あ、そうだ、これがあったね、お店にね、これがありました。チョコレートがどんな、味があるのか。でもね、これが全てではないと思うんです。もっとおそらくあると思います。じゃあちょっとこれ見ながら行ってみようかな。この今緑の点があったのがこのマント、フレッシュミントを使用したガナッシュ。もう手でいきますよ、綺麗に洗ってるので。いただきます。うん、あのアイスクリームのチョコミントとかね、ああいうのとはちょっと違う、本当のミントっていう、ミントちょっとあの葉っぱのやつ手でこうすりつぶして香り嗅ぐとふわって広がるじゃないですか、あの感じすごいですね。これしっかりミント。次行こう、次左側、その日本線あるかな。縦2本ないね、やっぱりないのもあるのかな。ちょっと行ってみましょう。いただきます。甘さ控えめの、苦味が少し強いガナッシュですね。センターはこれも美味しいですね。飽きのこない味、すっきりとした甘さですね。ちょっと歯型、これちょっとあんま見せない方がいいね。これモザイクでもかけた方がいいのかな。次行きましょう。斜め日本線、なんだろう、斜め日本あ、ないね。これ裏は裏違うね、やっぱね、ないのもあるんですね。行こう。さっきのよりも苦味が抑えられた、ガナッシュですね。ちっちゃい子は多分こっちの方が、さっきのね、こっちよりはこっちの方が多分好きかなと思います。で最後、こちら あったような気がするな。これだ、ラエール、自分の名前ですね。良質なカカオを使用したラエール氏の代表作、まあ、チョコレートの中でもボンボンショコラの中でも多分自分の名前が入ってるっていうことは、これが一番食べてもらいたいものの一つなのかな。かっこいいですね。うん、滑らか。他2つとは違う滑らかさがあるけど、なんか一つ上のチョコレートって感じがしました。今食べて口どけはもう本当に抜群ですね。美味しい、本当に美味しいね。この人も
いやー、前編後編に分けて、今回アルノーラエルのお菓子、紹介してきましたが、どれも文句なし抜群の味で、香り食感味すべて、自分が、思っている以上に美味しかったです。ぜひ皆さんも行ってみてください。いろんなケーキ、焼き菓子、チョコレート、絶対大満足すると思います。はい、というわけで美味しくいただきました。それではまた次の動画で、さようなら。